はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょう。藤原の時平が菅原の道真を、左遷に追い込むということですね。策略によって追い込むということです。はい、藤原の時平としては面白くないわけですよ。はい、藤原氏が要するに何代も何代もかけて要するに招待していったということに、つまり、力を要するに上げていったということになるんですけど、宇宙人みたいな天才がですね、菅原の道真が要するに、出てきたことによって、自分たちの地位が脅かされるというふうな形になるんで、この藤原の時平どうしたかということなんですけど、菅原の道真、こいつは危ないですよと、ね、こいつは危ないですよと、そうかって。やばいのかっつってね。嘘も100回言えば本当になるの法則ですけどね。はい。正体の変ということで、菅原道真危ないですよ。藤原道真危ないですよ。ということで、901年に、正体の変ということで、菅原道真を、要するに、太宰府へ左遷するというふうな形を取ります。ということですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。